油が豆成分なんで、これがどれだけ染み込むかでその日の肉味噌の味が決まってくるんで。どうしても仕入れた時っていうのは線が太いんで切って線を細くして。
名前の由来は創業者である酒井誠二大将のお父さんにあたる酒井東さんの東を取って東屋になりました。18歳の時に初めてここで担々麺を食べさせていただいて、その時にすごい美味しいという感動を覚えて、酒井大将の下で頭を下げて弟子入りをさせていただきました。その弟子入りしたのが19歳の時なんで、23歳の終わり頃にこの店の後継げということで、東屋総本店の2代目大将として今はやらせていただいております。まずうちのお店のコンセプトがシンプルイズベストっていうコンセプトになってまして、うちの担々麺は担々麺というよりも東屋の担々麺という言い方をしています。昔からうち独自の路線を歩んできて、こだわりの一杯を貫いているからです。そしてもう一つが、7割8割が頼んでいただいているオムライスセットがチキンライスやケチャップライスじゃなくて、担々麺のスープや出汁を取って、その上でオムライスを作っていますので、他には絶対に作れないうちオリジナルのオムライスになっています。担々麺の東屋は手間暇を惜しまず、原価を惜しまず、一杯にしっかりとこだわりを持って作っていますので、そういう一杯をぜひ食べに来てください。お願いします。私の師匠が大福町で島屋という担々麺屋をしてまして、多分福岡で初めてぐらいの専門店やったんですよ。そこの担々麺を食べて衝撃を受けまして、弟子にしていただくようにお願いすると気持ちよく受けてくれて、今でも感謝しています。人間の出会いに。弟子の大川博樹が入ってきた当時はどうなるもんかと思いましたけど、一年一年腕を上げまして、多分今は私よりうまいんじゃないですか、作りが。だから安心して引退できます。まかないでオムライスを作ってたら、お客が美味しいって言われて、おなら出してみようかなと思ったのが軽い気持ちです。それが今ではお客様の8割は頼んでくれてヒット商品になりました。人間も商品も出会いが大切だなと今でも思ってます。
ありがとうございます。気をつけて。
3回3です。え？あ、ちょっと空です。